イラン・スタバンス・イラン・スタバンスは、メキシコ系アメリカ人のエッセイスト、文化評論家、言語学者、辞典編纂者、翻訳家、教育者。社会言語学者としては、スパングリッシュ研究の権威として知られる。短編小説の作家として、キャリアをスタートさせ、批評家やアンソロジストとしても活動。1961年、メキシコのメキシコシティで、 東欧系ユダヤ人家庭にイランステーバハンスキー、スローミアンスキーとして生まれ、複数言語が飛び交う家庭環境で育った。父親はメキシコのヒルドラの人気スターだった。1985年24歳の頃にユダヤ教の進学を学ぶためにアメリカ合衆国ニューヨークへ移住。1990年コロンビア大学でラテンアメリカ文学の博士号を取得。 1993年からアマースト大学で教弁を取る。また、コロンビア大学多複数の大学でも教えている。2000年9月、ラロアルカラストの教著、ラティーノ USAA カートゥームヒストリー出版。2003年9月、スパングリッシュ、ザメイキングオブ、ーニューアメリカンランゲージ出版。2014年7月、ラロアルカラストの教著、エーモーストインパーフェクトユニオン。 A. コントラリアン・ヒストリー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ出版。ここの項目の主要ソース、井村敏義によれば、ヒスパニックの羊を持ちユダヤ教の教育を受けた、スタバンスにはすでに膨大な著作があるが、大別すると、ヒスパニックに関するものとユダヤに関するものに分けることができる。ありがとうございます。